今日もグループステージの試合が始まろうとしています。この一戦は EA スポーツが生中継でお送りします。どのような試合になるでしょうか。皆さんこんにちは。ワールドチャンピオンシップのグループステージへようこそ。福西さん、楽しみな試合ですね。はい、グループステージを突破するためにもここは勝っておきたいところです。前半キックオフです。こちらが先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。ここはドリブルに入ります。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うアングルから見てみましょう。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。試合時間は前半4分、早くも先制点です。ワイナルドゥム、パトリック・シック、パトリック・シック、うまいパス、また決まった。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。こちらのカメラからの映像です。ドニー・ファンデベーク、もったいない形でボールを渡してしまいました。サイドにスペースが空いています。ここは中央の選手にクロス、キーパーがっちりとキャッチ。デヨング、ドニー・ファンデベーク、ボールを運びゴールに襲いかかります。ルーズボールです。ボールはどっちだ。これは見事なパスカットです。サイドにスペースがあります。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ここでシュート、パトリック・シック、カウンターアタックのチャンスです。カウンターアタックが止められました。
デヨング、うまっ、デヨング、イエース、ゴール決まった。決めましたね。逆足を使ってのシュートでしたが、しっかりと枠に収めましたね。はい、簡単ではないシュートでしたよ。ディフェンスの対応が光ります。ドニー・ファンデベーク、中にスペースがあります。中の選手にクロスを入れた。気は抜けない展開です。パトリック・シック、パトリック・シュートまで持っていきたい。クロスが入りました。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。見事なボレーとなりました。綺麗に決まりましたね。別の角度からご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。ドニー・ファンデベーク、ここでかわしました。クロスを上げたい。真ん中にクロスを上げた。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。デヨング、走り込んだ味方にスルーパス。パトリック・シック、ゴールゲット。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。この展開を誰が予想したでしょうか。これはサイドを上がれそうです。キーパーからのゴールキックに変わります。スローインで試合が再開となります。ブリント、ステーフェン・ベルフワイン、サポートを使えそうです。いいところに出た。ここは枠を捉えきれません。ワイナルド、いいカットです。ボールを奪い、スコアは前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。デヨング、ステーフェン・ベルフワイン、サム・ラマース、ドニー・ファンデベーク、カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターアタックを狙いましたがボールを奪われました。サイドからの攻撃はここで止められます。ミハイル・シャチェク、サイドのスペースが広く空いています。
ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。この選手、前半は強烈な印象を残しましたね。両チームとも選手を交代するようです。メンフィス・デパイ、いいパスだ。なんというタックル、チームを救いました。さあどこを狙うのでしょうか。ボールはエリアへ。中に選手はいましたがチャンスにはなりません。いいクロスだ。ここはしっかりクリアされました。ゴールを見る。クロス、このまま行きたい。見事なヘディングです。ヘディングで決めました。ナイスヘッドです。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。デヨンク、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ここはシュートチャンス。ゴールです。ゴール、ゴール。両チームの点差がさらに開きました。この追加点が相手に与える精神的ショックは大きいですよ。大量リードの試合となっています。マタイス・デリフト、これは見事に奪いました。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。どちらのチームもここで選手を交代してきます。このクロスはそのままゴールラインを割りました。抜群のポジション取り、ブリントがカット。スローインとなります。このパスはカットされました。シュートは入るか。どんなセットプレーを見せてくれるのでしょうか。コーナーから中へ。シュートは入りません。クロスバーに弾かれました。デヨンク、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。狙ってきた。キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。入るか。キッカーがコーナーに向かいます。ボールを入れました。
止める、止めます。ボールはゴール前へ、ゴール寸前でブロック、前に出しました。寸前のところでクリアしましたね。得点されてもおかしくない場面でしたが。さあ来た、惜しくも追加点のチャンスを逃しました。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。ここはフォワードが下がってボールを受けます。試合終了のホイッスルが吹かれました。この試合では